こんにちは、新谷正樹です。本日は奈良市中町の方にございます、サンビレッジ学園前東坂、イートの、ご紹介をさせていただきます。今回ご紹介させていただきますお部屋は、2LDK の間取りとなっております。まずリビングからのご紹介となりまして、こちらキッチンスペース含めますと約10畳ほどと、広々としたリビングとなっております。また、キッチンの方ですね、独立したタイプとなっておりますので、まあ、ソファーやですね、ダイニングテーブル、テレビ十分置いていただけるような広々としたリビングとなっております。またこちらですね、リビングの方からですね、バルコニーの方に出ていただけるんですけれども、こちらバルコニーも大変広くなっておりますので、お洗濯物を十分干していただけるかと思います。またこちらですね、給湯器のリモコンございますので、温度調整など、ボタン一つですぐしていただけるようになっております。横の方にインターホンの方がございまして、こちらの方がですね、キッチンスペースとなっております。キッチンの方もですね、独立したタイプとなっておりますので、水回りこちらで、していただけるようになっております。まあ、こちらの方にですね、二口のコンロも十分置いていただきますし、調理台やシンクの方も広く置いております。また収納に関しましても上と下と両方ございますので、お鍋フライパンなども十分収納していただけるようになっております。また横の方にスペースございますので、冷蔵庫もこちらの方に置いていただけるようになっております。はい、リビングに面したお部屋で、こちらの扉を開けます洋室ございまして、約7畳ほどの洋室となっております。こちらの方ですね、こちらの方、バルコニーの方に面したお部屋となっておりますので、大変明るいお部屋となっております。またこちらの洋室の方にはですね、このような小物収納の方もついておりますので、お洋服なども十分こちらの方で収納していただけるようになっております。はい、一旦リビングの方に、戻りまして、こちらですね、廊下の方出てまいりますと、こちらの方に、和室の方がございまして、こちらですね、広さが約6畳の和室となっております。まあ、こちらの方にですね、お布団を敷いていただいて、寝室としてお使いいただけるような間取りとなっておりまして、エアコンの方もですね、設置可能となっております。また、押し入れ収納の方もですね、ございますので、まあ、こちらの方でですね、お布団また、リビングの収納にお使いいただけるようになっております。はい、また廊下の方にはですね、このような、収納がございまして、奥行きも十分ございますし、縦に長いものですね、収納していただくのに便利な商品がついております。こちらの方が、お手洗いとなっておりまして、洋式の、お手洗いとなっております。こちらの方が玄関スペースとなっておりまして、こちらですね、下駄箱の方も備え付けでついておりますので、こちらも大変便利な、玄関となっております。最後に、洗面所ですね。こちら洗面所、扉の方ももちろんついております。まずこちらの方が独立洗面台となっておりまして、こちら反対側が、室内洗濯空気場となっております。奥の方がですね、バスルームとなっておりまして、バスルームの広さも十分ございますし、換気窓、またこちらの方にリモコンの方もございますので、まあ、追い炊きであったりとかもこちらの方で操作していただけます。まあ、換気面も安心していただけるようなバスルームとなっております。はい、まだまだお部屋の方をご紹介させていただきたいんですけれども、詳しい内容は弊社ホームページをご覧ください。また賃貸の先ではご来店予約いただきますと、制約実績な特典をご用意しております。ぜひご来店予約お待ちしております。奈良のおもてなし奈良心、賃貸の先では皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。